イオラニ宮殿はアメリカ合衆国内に現存する唯一の宮殿だった建造物であるハワイ州の州都ホノルルのキングストリートに佇むハワイ王国七代目カラカウア王の命で36万ドルをかけて建てられた思考中に全くタイプの異なる三人の建築家が採用されアメリカンコンポジットアメリカンフローレンティンなどと称された 1882年に春高がなり、1893年のクーデターで王政が廃止されるまで、カラカウアオとカピオラに王妃、妹のリリュウオカラニラが、宮廷、皇帝として使用した。当時は、イギリスのバッキンガム宮殿にさえなかった、電気設備を備え、装飾品や食器重機などを税を尽くした作りとなっている。後に、カラカウアオは、 宮殿建設費などの大きな負債により、アメリカ人勢力からの王権縮小の圧力に苦しんだ。王戦廃止後は、1969年に、ハワイ州庁舎が落成するまで行政府として使用された。現在、宮殿の維持、管理は、ハワイ王家を継承した、川七子家の一人で、旧キ,キャンベル財団の相続人の一人でもある。 アビゲールケカウリケカワナナコアを中心として、ボランティア団体、イオラニ宮殿ともの会がを行っている。2007年には大規模な改修が行われた。現在は、日曜日を除き、ガイドによる宮殿ツアーが毎日行われている。ありがとうございます。